どうも、こんばんは、エヌムです。さあ、今回は新しいイベント、寡黙な渡りガラス特急を断罪有馬のパーティーでやっていきたいと思います。まあ、僕の断罪はいつもの通りフォローのアルカミで、フレンドが、なんだっけな、新たに、ナルカミですね。はい、やっていきましょう。まあ強いんですけど、 HP があれなんでね、オートで回せるかどうかは分かんないっていう。いや、さあ始めよう。どうしよっかな。これはこれで当たるかな。そこに、ああ有利属性ではない。格闘タイプだよな。平子か。でも次いっぱい動いてくるからな。フォローで死ぬか、これ全員片付けられるかな。一応鳴神にも当てて、やれ、よーし、いいですね。強い強いな。まあ平子の本領発揮ということで、何面まであるんだろう。2面で終わらせてほしいんだが。うわ、かっこいい、イケメンかよ。つか喋れ。ああ、第2フロアって書いてるってことは、あ、3までありますね。フォロー打ちます。フォローで落ちたりしないよね。あ、不利属性有利だったらワンチャンあるかなと思ったけど、ないか。届かない。これ真横に行くんじゃね。ああ、行かないか。なんか鳴神を使ってるのが若干あれなんだけど心苦しいんだが、鳴神に当たんねえかな。当たるけど、これ鳴神に当たって行くか。よもに行け。あー、行かなかったんだが、動いてくっかな。ターン全然見てなかったわ。あー、ちょっと帰ってきたばっかんね。目が疲れて。平子よも有馬か。めっちゃ動いてくんな。うん、どうしよう。こういった方がいいかな。あ、やっぱしくった。よし、焼きが回ったか。まあオートで回せそうな感じかな。お、2人いんじゃん。歌邪魔するなよ。流れ者ヨモ、ヨモだけ倒せばいい感じね。なるほど、パーク。ああ、ここあれで入りたかったな。あれ、俺の有馬どこにいんの。ああ、そこか。ギリ当たんねえな。ただこういくと当たんないんだよね、複数。ただ有利属性だから瞬殺できそうなんだけど。不覚か。だったら余もってさっきも不覚だったっけ。全然見てなかったんだけど。あ、不覚だったような気もするな。これ壁枠でワンチャンあるんじゃね。跳ね返ってきて壁に跳ね返って当たるみたいな。お、当たっちゃう。110万4000ぐらい。威嚇って誰があれだっけ。カグネカラーモデルあったっけな。威嚇のカラーモデルって、あ、ガイガイだ、ガイ威嚇だっけ。あれ威嚇じゃない、あれ口角か。威嚇って結構なんて言うんだろう、カラーモデル追加されるといい感じになりそうなんだけど、なかなかいないですよね。俺が気づいてないだけかもしれない。はい、ということで、今回は寡黙な渡りガラス特急でしたね。まあ比較的っていうか、すげえ簡単なクエストなんじゃないかと思います。というわけでお疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。